お疲れ様です。今日はですね、さくらちゃんと OB 企画やっていこうかなと思います。牛タン付きということなんで、はい、まあ、俺も付き合って、ちょっとあげていこうかなということですね。お願いします。お願いします。結構これね、邪魔で、ね、これ、顔が見えない。あ、じゃあ、早速、はい、乾杯。お疲れ様です。でも最近誕生日だったでしょ。あれ、これ最近はい、誕生日です。おめでとうございます。22歳になりました。大人ですね。いただきます。いただきます。失礼します。何、オールできたんだっけ。はい、寝てないです。何やってたの。いや、これに遅刻したらまずいと思って、はい、寝れなくなりました。どういうこと。この撮影で遅刻したらやばいと思って、うん、何してたの。アニメ見てました。あ、なんかしてたわけじゃなくて。はい、で、さっき東京ドームで。でもちょっと寝れなくて最近、花粉症が。ああ、俺も一緒。やばいんですよ。めっちゃいいとこ知ってるよ、注射。え、花粉症ですか。え、注射打てるんですか。目がやばくて、鼻より。それ紹介しようか。いいんですか。めっちゃ効くよ。もうめっちゃここら辺が赤くて、うん、で、かいちゃうとカラコンとかしてるんで、うん、やばくて。目悪いの。わかってないです。あ、コンタクトはどうなしの。コンタクトはしてないけど、普通に、色を変えたくて。ああ、そうなの。最近なんか色を変える手術みたいなのが、海外で買ってみたの。え、目ん玉のですか。目ん玉の。あれ危ないよね。怖い。え、目にメス刺すってことですよね。メス刺すんだ。どういう仕組みなのかわかんない。でもそのうち流行りそうな気がするけどな。日本でも入ってきそう。いや、でもやったくないです。ね。え、カラコンは入れれますか。俺、はい、俺もめっちゃ迷惑だったから昔。あ、そうなんです。そう、ずっともうコンタクトを鏡見ずに入れて取るんだよ、片手で、うん、え、今今もうレーシックしたから5年前。あ、あれですよね、中に入れるやつですよね。あ、うちは普通に中に入れるやつはなんか格闘技の打撃もらえないの。あ、そうなんです。そう、あ、ずれちゃうから。俺がやったのはなんかラゼックってやつで、難しい話なんだけど、レーサー、多分眼球をちょっと削って、はい、ね、光の調節をなんか調節するって言っちゃう。ちょっと怖いですね。まあね、なんかね、でも15分ぐらいで終わって手術したよ。多分無理です。目は無理です。でもさ、目の手術の時って、意識あるじゃん。全身麻酔じゃないか。はい、正気麻酔と。正気麻酔もないし。ないんですか。なんか変な目薬だけなんだ、確か。いや、無理。だから、思いっきり意識ある中で、目見えてる中でなんか近づいてくるの、レーザー。やだ。で、シューってなんか焼き焼いて、なんかめっちゃ臭いの。なんか髪が燃えた匂いする。眼球燃えただけ。痛くはないんですか。さすがに、その麻酔やってるわけ。しかも目の、失礼します。塩見野です。失礼します。どうぞどうぞ。いいんですか。これ、いいね、ここ。七輪でできるんだ。だからこれ好きです。七輪でしょ。はい、昔やってました。てか、この炭で焼くとめっちゃうまくなるのよ。これいいな。俺これまた個人的に。え、なんかあれですか、当たりました。牡蠣。牡蠣当たった。あ、でも牡蠣大食いしてたよね。あ、え、そこですか。うん、なんか大食いかなんかわかんないけど YouTube 撮ってた。あ、撮りました。あの日も多分12、3個ぐらい食べて。あ、大丈夫か。大丈夫です。 YouTube 始めてますんでね、あの概要欄。こんな言って、なんか食べてます、とにかく。まあ、とにかく食べてく系でやってるんでしょ。はい、で、ちょっと、最近は、うん、TikTok で、ちょっと撮りたいものを見つけて、うん、それを頑張ろうと思って、それで YouTube にも、つなげようかな、みたいな。なんかサーモンを、なんか 6本ぐらい、短冊に切って並べて、はい、ここにこう、頭の上に調味料を編集で置いて、ああ、あれね。はい、あれを、はいはい、向いてると思って自分に。ああ、わさびとか。はい、わさびとかからしとか。で、その自分でも音源とかつけずに喋りながらやる動画を撮ってみようかなと。いや、絶対バズると思うよ、TikTok は。結構ジャンル的にはいいかなと思って。めっちゃいいと思う。YouTube と TikTok で違うからさ、使い方が。そうです。求められてるものは。YouTube は何が求められてるかっていうのはさ、だんだんこう分析していかないと。はい。YouTube 何やったらいいと思いますか。え、食べるってなんか黙って食べた方がいいのか、がっつりモッパンみたいな、それともなんか喋ってた方がいいのか。結構大喜利できるんだったらモッパンあるやと思うけど。
一回やってみた。もっと長く近くてもいいと思う。顔が強いからさ。本当です。顔すぎる気がする。一応この間お寿司は取りました。でこの動画上がる前には、まあ、かけようよ。はい。結構いい感じに、友達にいつも協力してもらって、画角とかも全部その子がやってくれて、プロデューサーやん。サムネも全部作ってくれてます。そうなんだ、すごいね。私のコレクションって言ってました。でも今月からさ、はい、後輩が十何人入ってくるから、はい、今プロモーションなんかタイミング的に一番早かったよね。でも全くでもなんかわからないんですけど、あのなんか聞きました。だから所属同士でさ、はい、コラボとかどんどんしちゃったらコンテンツに強いと思うから。はいはい。みんないろんな方ですか、活動する。歌手とか女優さん目指してる子とかモデルさん、ユーチューバーとかいるのかな。うん、俺も会ったことないんだよ全員。あ、そうなんですか。いつもいつ食べていいかわかんないんですよ。これね。これでもさ、これでも生で食べたらダメなんですよ。あ、これもういけるよ。いや、ほんとですか、どうしよう。いける。いや、カキ12個いっても大丈夫。いや、当たったら怖い、これは。これはいける、これはいける。完全にいける。まだ無理無理。1個食べてみるわ、俺。ほんとですか。え、でもカキ当たったことないから、ちょっと、どんなもんなのかって思っちゃうんですよ。ちょっと早いよ、これ。さすがに。痛いんですか、やっぱお腹。いや、もうやばいよ。え、なったことない。俺ね、これ酒で吐いたことないじゃん、そもそも。気持ち悪くて。どんだけ飲んでる。だけど、牡蠣だけはもう、吐いと思う。え、上も下もダブルですか？もうお腹も。そうだ。食事中に今のやつがない。申し訳ないけど。あれね、俺今もう牡蠣ビビってるもん、ちょっと。え、さすがにちょっともうやばいよ。あれから食ってないし、やっぱなんかその、会食とかもさ、見つけさせてしまうじゃん。申し訳ないなって。予定全部崩れますもん。そう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 。2日間もう死んだから。熱ちょっと出るしね。痩せます？痩せるかどうかって言ったら痩せない。普通にもう次の日食欲やばーと。ああ、まだないんで、ギリ。まあまあ、怖いもの知らないうちはいいよ。でしょ？多分胃が強いんだと思います。いや、俺も結構強い。むしろ。え、でも結構当たる時もありますよ。こう焼肉の後とかは基本お腹痛いんで、え、そう、食べ過ぎて多分胃が。いただきます。うん、美味しいですか？全然いける。これそっか、好きなんですよ。熱そう。うまい？タンの方が好きです。まあ、タンが一番好きって言ってたもんね。もうこの世で一番。この世で？失礼します。上タンとは次レタンでーす。オイル来てるから、これ食べれる。え、いけます、いけます。まあ、俺も行けばいけるか。一人一皿。違う違う、これもいけるやつだから。はい。え、大食いはいけるんですか？これは全然大食いじゃないよ、そもそも。うん、昔ラーメン残してお大量したの。あ、そうなんですか。うん、だから大食いじゃないんですよ。パンだけはいけるみたいな。はい、この間、うん、お寿司でちょっと大食いって言っちゃいけないなと思いました。ああ、くれちゃん結構あれだよ、飾らないからいいよ。彼氏とかもいるんだよ。別れたら別れたって言うの。いますね。え、なんかめっちゃ正直な人。あの、嘘ついてたくない。ああ、なるほどね。多分全部リアルタイムだと報告。もうなんかファンの人とか言ったことないんですよ、自分のフォロワーの人。友達だと思ってほしいから DM とかもなんか敬語とかじゃなくていいんですよ。おはようぐらいで。あ、視聴者が？はい。さくらもそれに対しておはようって返す。もしくは Z 世代のな。新時代の女だな。まあでも気をつけてね。いろんな人がいるからさ。じゃあ嘘ついた時やばいんですよ。ここまで言っちゃってると。ああ、確かにね。今どのぐらいなんだっけ、これ人。7月1日に付き合いました。去年の？はい。あれ、まだ結構短い。でも、出会っては4年目ぐらい。ああ、そっかそっか。遠距離なんで一応。まあ大阪生だよね。はい。めちゃめちゃ仲良しです。いいね。恋愛ってどんな感じって忘れちゃったよ。え、なんかこの間、だからあんまり YouTube を自分が始めてから見るようになったんですけど、
彼氏はリクエさんのこと大好きだったんで、毎回あ好きなんでなう大好きなんで見るんですよ、アップされたやつを。で電話してる時とかに、今日の動画見たみたいな言われて、この間そしたらなんか占い行ってました。はい、出た。その話されて、サビちゃんね、はい、なんか めっちゃすごいらしいでみたいな、やりたいの、やりたくて仕方ああ、まあいけるよ。シャーマンの洗脳を受けた 94% 的中率らしくて、あの向こう3ヶ月は予約いっぱいらしい。あ、取れなかったです。どうしたの。はい、それ言ってくれたら全然いけるよ。本当ですか。 YouTube 撮ればじゃあそれ。でもどうしますよ、別れますよとか言われた。あ、普通に言ってくるよ、やつら。えだから 俺普通にさ、今年の10月に付き合って誰かと、で2年後に結婚して、さらにその2年後に離婚するって言われたの。俺の国が原因で。不倫じゃないですか。え、でもそれ当たらないようにしたくならないんですか。俺それ言われたらそうならないようにしてやろうって。あ、そもそも結婚しないっていう選択。そう、もともともう、もし本当にその通りの人が来た時に、うわ、これ通りになりたくないってなる。あー、でもぶっちゃけでもその結婚してるぐらい好きってことですよ、俺が。はい、本当 だったらそれもで不倫して別れる。不倫はとにかくバレないように頑張る。嘘は上手い方ですか、自分的に。嘘はめちゃめちゃ下手。あ、下手。でも嘘を見抜くのはめちゃ得意。人狼ゲームだと思う。その人狼やった時急に弱くなって、人狼じゃない時はめっちゃ強い。え、それから多分ダメです。あ、嘘バレますね。あ、そうなのか。でも本当に隠さなきゃいけないことは多分人間誰でも隠せると思ってるんで、それはいけると思うけど、多分ね、嘘とかそういう次元じゃなくて週刊誌に取られるとかそういう問題なんじゃないかな。じゃないとバレるようがなくない。それはもうあれですね。いや、彼氏とさ浮気なんて分かりようなくない。はい、彼が浮気してるかもしれないけど分かんないでしょ。分かんないでしょ。え、してないと思ってても、してても気づかないです、まず遠距離なんて、距離的にでしょ、はい、で別にさ携帯とか今のパターンはして見合う周りは、見たりする子もいますよ。でもそこ絶対に嫌なんです、されたくない。ああ、だから見ないわけでしょ。見ないです。そしたらもう分かりようなくない。分かんないですね、まあ、鑑定頼むぐらいしか。男の場合は特にその心で浮気することがあんまないから、だからその一人好きな人がいて、そ、ね、したらなんかこう体の関係だけ持ってしまうっていうのはいっぱいあると思うんだよね。女の子はでも心で行きがちだと。そうさ、心で行くんだったら別れたらいいのよ、女の子。なんかどっちも欲しいんですよ。あ、どっちも。あ、情が湧くんじゃないですか、長ければ長いほど。あ、この人と一緒に遊んできた思い出、経験ありそうだね。いや、ないですよ。え、でも浮気はしないですね。なんかめんどくさいです、その考えが、うん。別れたいって言って、別れてくれなかったらするかもしれないです。でも別れたいって言って、分かったって言われたらもうそれでも。占い行きたいんですよ、今度。今度言っとく。え、もう全部言ってほしいですよ。思ってる、占い師が思ったことを。ああ、信じるタイプ？はい。え、でもね、俺思うんだけどさ、まあ、占いでもあんま信じないよね。はいはい。で、そもそも、占い師によって言ったことを参考にして変える人のことを軽蔑してるから。ああ。だから、その、占い師が別れた方がいいと言って。で、別れたら。そう、別れたら、さすがにそれは自分で選んでほしい、うん。それはしないけど、うん、でもちょっとビクってしたことがあって、うん、占いって誰にも言ってなかったことが、うん、その占い師に的中されたんですよ。そんなに？はい、それで。そんなに？いやいや、本当にダメです、言えない。でも、それで、って思って、怖いと思って、泣きそうになって、でも、まぐれかっていう。うん。信じてないんですよ。怖いからって。そういうこともあったんで。え、それ何？本当に、やばいんですよ。うん、言えるけど、流せないです。あ、そうなんだ。大丈夫？はい、あ、これ同じものハイボールで。あ、ハイボール、え、俺と一緒のやつに。はい、できますか。はい、熱っ、めちゃめちゃ熱いよ、これ。これで切って食べるらしいです。あ、焼けたら、うわ、めっちゃ美味しそう、やばい。これは絶対あれですね、牛の真ん中です。牛の真ん中、ベロの真ん中を、はい、真ん中みたいな。おお、めっちゃシーンいいね、やっぱ。これいいですね。うん、テンション上がるね。俺の家でもなんか、室内でもできそうなの、こんぐらいの。え、換気扇がいるのか。お家、サウナありますよね。あるある。サウナ好きなの。へ、え、ぇ、ー。
まあ、だからこの間その動画見ました。あ、そうなんだ、まあ、だからといって来てもいいよとは言えないけどマジの超セクハラ発言みたいな企画でやるのあれ。サウナめっちゃ好きなんですよ。だから家にサウナあったら勝ちなんですよ。勝ちよな。でも家にあったら入らないもんなのかなって。あ、でもね、なんだかんだ最近週1ぐらいで入ってる、うん、だから多分毎日入りますね。今でも最近週3、4で行ってるんで。てか謎すぎるよね、生活。何してんのルーティン的に。あ、やばいですよ。ルーティンは寝てる。この時間に起きますね。起きたじゃんあ、でもちゃんとしてる時は、うん、夜12時、1時ぐらいに寝て。いけるか。あ、はい、ありがとうございます。で、朝、まあ、昼ぐらいに起きて、外出る時もあるし、撮影とか行く時もあるんですけど、うん、基本その何もない日が、一人でいる日がないんですね。基本誰かと。寂しがり屋なの。寂しがり屋だけど、一人時間大好きなタイプなんで、人といすぎると熱が出るんですよ。そめんどいやつだから限界が来ると、あ、やばい、熱出てきちゃったってなって、ちょっと一人の時間増やそうみたいな。おー、でも男みたいなね、ちょっと。そうですね。ピチギンって火力調節はできないからですか。え、めっちゃ焦げそう。火まで吸ってるから大丈夫、大爆発とかしないよね。油もね、結構すごいから多分。うん、22歳だからさ、結婚願望とかないわけでしょ。考え的にはマジ嘘なしに、うん、本当に結婚したいって思わないんですよ、今。まずそれは彼も分かってくれてる。はい、向こうも思ってないです。あ、結婚したいと。今は違う。なんかその自分が SNS とか、まあそうだし YouTube とか、今年家でゴロゴロしてたんで、去年まではそういうの頑張りたいっていうのを言ったら、なんかそのできることは頑張ろうみたいな、何でも話も聞いてくれるしみたいな。彼氏がこれ食べれるみたいな。はい、食べれます。さくらちゃんのマシンガントークに付き合ってるんでねマジで食べちゃう。同時に2つのことができるタイプ。え、行きますよ。食べながら喋る。研究所、研究所です。一旦食べます。一旦食べる。うわー、うまそうだな、これ。いただきます。これでお腹いっぱいですよ。うん、うん、うまっ。全部美味しいですよ。色で美味しいです。間違いなくね。はい、柔らかい。さくらちゃんがさ、結構大食いじゃない、はい、普段から食べ過ぎてるんで、やばいんですよ。そんだけ食べてても可愛いっていうのはすごいよね。結局、そういう体型って言っていいのか分かんないけどさ、プリプリしてる人、人、好きな男性多いじゃん。俺もなんか痩せすぎてる人より絶対そっちの方が好き。え、じゃあもうガリッガリよりはいいですか。全然。あの骨みたいな、今の子。うん。いや、逆にもう魅力を感じないかも、ね、そういう子も。あ、なんか個人的な意見ですからね。でも太りすぎてたらどうですか。あ、じゃあ付き合ってから彼女がブクブク太ったらどうですか。どのぐらい付き合った時でちょうどいい、うん、自分の好みなムチムチ感、うんうん、からの付き合って半年後に食べ過ぎてもう20は5マックスのお腹3、4段バラ。ああ、まあ一応言うね。やばいよって、うん、マジやばいですねそれで頑張ってたらいいかなみたいな。もちろんもちろん。それでじゃあ別れるとかはないですか。いや、もうそのまま行ってたら別れる。え、余裕で分かります。余裕で別れる。いや、自分のことをさ、はい、コントロールできないってことでしょ。はい、自分に甘いと思う。でも男の人が付き合ってて、もうちょっとやったら可愛くなるんじゃないっていうのってやばいよっていうお知らせだと思ってるんですよ。あ、それはそう言われてる。はい、言われます。じゃあもっと痩せてる方が好きなんじゃないかな。そうなん。でもなんかあれなんですよ、ガリッガリとかめっちゃ嫌いらしいです。ああ、にしてもちょっと行き過ぎてる。最近言葉を選ばずに言うとダイエット最近頑張ってるから褒めてくれます。毎日1時間半くらい YouTube で筋トレやってます。でもあの教えてほしいんです、とりあえず見た目痩せるにはどうしたらいいですか。ああ、運動だよね。走りたくはないんですよ。ああ、走りたくないの。送信とか行けばエッセン。お医者さんには、うん、あなたは太ってるんじゃなくて、うん、完全に水太りって言われました。水太りって水分量が多いってこと。
やばい。じゃあ結構飲みすぎます。水を一日多分ペットボトル2リットル1本は絶対いって、でもそれ全然普通なんだけどあのじゃあ塩分量が少ないかもね。塩分取りすぎかもね。そうです。塩分をちょっと抑えたら自然に抜けるから水が。そうなんです。ナトリウムが保有する体に。すっごい水で太ってるらしくて、骨が近くにあるから、もともと骨太で水分も取りすぎてるから太って見えるって言うんです。骨太なんだ。骨太です。強そうな子生まれそうだねなんか職業病か分かんないけど強いと思いますよどうだろう。なんかよく彼氏が、うん、ブレイキングダウンとか話してるんですけど、うん、出たいとか言ってほしくないんですね。そのそっちの業界に。あけど彼氏がどうしても勝てる気しかしないらしくて、うん、あ出てもらおうそれを言ってくるから最近それのあってその話爆発するんですよ。勝てる気しかせんわ。ありがちだよねそうやって言うのは。やっぱりでも表には 出ても大丈夫。え出したくないからやめてって言うんですけど、確かに運動神経多分めっちゃいいんですよ。あそうなんだ。身体能力とか。23歳だよね。ですね。じゃあ出てもらおう。はい売るまではない。全然。スポーツ何やるの？野球部でした。あーじゃあパンチ強いだよな。すばしっこいです。なんかやれって言われたらできちゃうから腹立つんですよ。何にも勝てないんです。なんかこの間もなんか男女で身体能力比べること自体おかしいけどね容赦ないんですよ桜に。あーそうなんだ。はいありがとうございます。なんかそういう話とかでよく一緒にいてパンチの仕方とか、さくらが全く普段そういう格闘技とか見ないんで、うん、これがこうでとか教えてくれるんですけど、トロイって言われるんで、超弱そうって言われます。多分めっちゃ弱いやだろうな、みたいな。仲いいね、でも。仲いいですね。友達みたいな。友達ですね、ほんと。じゃあ、クロケワーキューのパパマリアキでーす。美味しそう。あ、そう。大丈夫ですか？ありがとうございます。すごいの来たよ。やばい、これネットで見ました。ネット？はい。あ、来るのに下調べしてきた。はい。相当楽しみにした。メニューも見ました。上タン塩があることも把握して。ということでね、今日、アンケートですが、いいものを、さくらちゃんに紹介しよう。瀬戸内レモン青汁というね。こちら。これね、水に入れてもらって。はい。まあこれ、うわ、青汁とか飲める？え抹茶は大好きなんで同じ感覚かなっていう。抹茶ではないよね青汁は。いいです。おお。ね面白い。結構混ざりやすいんですよ。あの、瀬戸内レモンが入ってるじゃん。はい。青汁で苦いんだけど、本来。はい。そのレモンで、なんか中和してて、すっきりしてて。飲みやすいでしょ？飲みやすい。はい。この一袋でですね、食物繊維、ビタミン、ミネラルを摂取できるということで、まあ、食の偏りをね、や、腸内環境を気にしている方には、ぜひおすすめということです。はい。桜ですね。完全にね。で野菜とか取ってんの？サラダでしょ。こういう肉とか食べてるときにこれを一袋混ぜて飲むと。でもこだわりポイントで生搾り製法ということで、原料となる小麦若葉を熱が加えないで急速に粉末にしちゃうので溶けやすいということですね。でより生に近い状態にしてくれる。まあ普通にめっちゃ飲みやすいです。飲みやすいの。少しだけレモンのなんか後味するでしょ。あレモン水っぽい感じですね。で持ち運びとかもしやすいんで、これ、なんか、あの、ギフトとかでも喜ばれるというところです。はい。詳しくはね、概要欄からチェックして、皆さん、購入してみてください。もっと、うってなるかと思ってました。そうなんよ。だからまあ、肉をね、食べましょうか、一旦。肉食べて、この青汁飲んで。消化？めっちゃ柔らかいぞ、これ。ちょっと腹いっぱいになってきてるから。来てますか？すでに。どうしよう。
ですよ。で、これですよ。うん、マジでうまい。うまいっていうか、飲みやすいっていうか、なんか全然ありよね。はい。普通になんか、別に飯じゃなくても飲めるって感じ。多分誰でもいけます。誰でもいけるでいいから。うん。この赤いやつめっちゃうまい。こっちじゃんですか、それ。こっちじゃん、あるわ。冷凍でも気使った方がいいよ。一人暮らしだと野菜摂取しないんで、うん、サラダ作ろうとならないんで、いいかもしれない。まあ、俺も人のこと言えたもんじゃないけどさ、俺健康って一番大事だからさ。ちゃんとしてます、食生活。マジでしてないし、でもめっちゃ酒とか飲んでるけど、はい、どんだけ成功してさ、お金持っても健康じゃなくなったらおしまいだから、うん、健康でいるのが大事よね。そうです、やばい、これ結構好きです。だからこのお肉肉が美味しい。真ん中のやつはね、なんかマスタード的なですよね、これ絶対マスタード。うん、うまい。なんかハンバーガーだけ美味しいです。え、どれが好きですか。これはこっちじゃん。ちょっとね、腹いっぱいになってきたんですけども、僕はここでライスをまた注文したいと思います。なんか米だけ減らないんですよ。逆にお肉は進むんですよ。すごいね、肉だけ食えるってやっぱ若いね。え、米食べてたらお腹いっぱいになるじゃないですか。まあ、それはそうです。でもさ、さくらちゃん その関わってる人間の中でさ、俺ほどの収入とかいないじゃん。親とか以外、親とか以外でいる友達とかで32歳。友達はいないんですか。一回会ったことある人とかだったらいるんですけど、一回ですね。やっぱジェネレーションギャップみたいなのあるでしょ。ありますね。SNS はあんま知らない人が多いので。ああ、30代とか。はい、知らないです。今の子ってそれですごいね、みたいな。はい、人ばっかですね、30代となると。ああ、その、フォロワーが多くてすごいね、みたいな。はい、なんかそれで、そう、みんな、今はお金稼げたりする人もいるんだね、みたいな。うん、でも親とか完全にそれですね。最初心配されました。あの、この全て SNS やり始めた時、就職しないで。ああ、確かにね。けどまあ、やりたいことやって生きてたいなっていうのを、まあ、理解してくれてるかなっていう。素晴らしいね。就職決まってたんですよ、高校の卒業式の1週間前ぐらい。ちゃんと学校通ってたの。はい。なんか遅刻してそうだね。遅刻できる回数全部使いました。でも就職も決まってたけど。失礼します。どこに就職しようとしたの。まあ、美容室のアシスタントみたいな。ええー、あ、じゃあ好きなんだ、美容院。はい。でもやりたくないって言って、うん、先生とかも校長先生とかも大激怒だったんですよ、うん、もし自分が断ったら次の年からそこの就職先もなくなるからっていうので、はいはいはい、ご迷惑をかけるみたいな、はい、けど親に怒られるかなと思ったんですけど、うん、なんか意外とちゃんと先生たちと会議みたいになって、こう当時ね、お母様は就職をどのように考えてらっしゃいますかとか聞かれたんですけど、うん、ちゃんと答えてくれて、まあ、やりたいように本人が言ってるので何言ってももうね仕方ないと、ご迷惑かけてますけどって、やりたいことやって方がいいと思う感じになって、うん、そのままずっとこうなりました。で、家も出たくて一人暮らししちゃいました。18か17歳ぐらいで。変わってるね。行き当たりばったりで、うん、埼玉に引っ越しました、初めは。どんどん埼玉？はい。川口、しかも西川口です。めっちゃチャイナタウンで、やばい。日本人ほぼいないです。日本人に会えた日ラッキーみたいな。こんな破天荒な感じなんですね。料理とか楽しくない？楽しければいいかな、みたいな感じです。え、何歳ぐらいの人と関わることが多いですか？それはもう幅広いよ。60とかいます？60はじいちゃんとか、おじいちゃんももっと多いか。60の人は関わるんだよね。あ、でも60ぐらいの人いるわ。いますか？松浦会長のさ、NX。 あと大臣の社長も60って前だし。一番多いのはやっぱ同い年ぐらいですか？
どうなんだろう、俺本当幅広いんですよ。実業家としてもいろんな経営者があるし、経営者で言ったら40代とかも多いから。まあ、YouTuber とかだったら30代が多いし、逆に遊ぶ女の子とかは20代が多い。年上はないですね、基本は。唯一お世話になってる方が何歳なのか分かんないです。9になって。どう今何分目？9。4だよ。でじゃあここからくらちゃんの方の YouTube に行きますので、概要欄の方から本編で見てください。お願いします。